皆さんこんにちは、アズーリタレントのカズヤです。どうぞ本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはこのアズー、ホワリアズーリ FM についてご説明をさせてください。ホワリアズーリ FM は日本一尖った放送局アズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。アズーリ FM の特徴は何といっても曲からの NG がなし、番組にご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局なんです。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局で、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げてまいります。そしてこの番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、ホワリアズーリ FM のスタジオがある大須賀の周辺のお店や企業様、今ではですね東海地区の方まで呼びさせていただきまして、ゲスト出演いただき、私アズーリタレントの和也がたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。ありがとうございます。ホワリアズーリ FM は生放送が基本ですが、すべての放送アーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧いただけます。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリですので、視聴者の皆様も安心してご覧ください。またホワリアズーリ FM ではこちらのツイッター、今は X というアカウントですね、OW アズパン FM、 OW というのが終わりの OW で、アズパンというのが後ろにいるアズーリパンダ、略してアズパン FM まで、こちらまで生放送中にコメントなどご質問いただきましたら、スタッフが紙に吸って中に持ち込んでご紹介させていただいたり、お答えさせていただきますので、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは早速本日のゲスト様はですね、イラストレーションなどもされていたり、グラフィックデザイナーをされていらっしゃいます、遠藤ゆずる様にご登場いただきます。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、それ外で映ってる、すいません、マイケン仕様で、マイケン仕様で、ありがとうございます。肩のね、少しね、ちょっとこう肩周りをね、はいはい、しながら、はい、ちょっとうまくできないんだけど、いや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 、そんな緊張もされてないとは思うんですけど、よろしく。僕の名前噛みました、ね、すいません、申し訳ないです。もう一度ちょっと改めて、もう一度じゃあチャンスいただいていいですか。ありがとうございます。イラストレーション制作、そしてグラフィックデザイナーをされていらっしゃいます、遠藤ゆずるさんです。よろしくお願いします。お願いします。あ、よかった、言うた。あ、よかった。ちょっとこの名前のところってごめんなさい、ちょっと急で申し訳ないんですけど、噛んでは絶対失礼に、噛むっていうか間違えると失礼になるので、よりちょっとこう真剣になりすぎて噛んでしまうというか、はいはい、また僕のちょっと素人感がありました、すいません、よろしくお願いします。なかなか遠藤っていうのは普通にあるんですけど、遠藤さんですもんね。遠藤っていうのはなかなかないので皆さん読んでもらえないんですよ。ああ、はいはいはい、そうですね。今この自己紹介のところを今画像で出していただいてるんですけれども、はいはい、遠藤ゆずるさんです。そうなんです、はい、遠いという字に渡るという字を書いて、はい、遠藤と読むんですね。はい、はい、これ多分遠藤ランドっていうのは、あ、遠藤ランドっていうのは、まあ、僕の屋号ですね。屋号で、個人事業主なので、はい、そういうことですね、そうです。はい、ありがとうございます。岐阜県生まれということで、そうなんです。はい、遠藤という名字は、はい、まあ、多分全国で200件ぐらいしかないんです、ね。あ、そうなんですか。はい、調べたところね。岐阜の方が結構多い。うん、で親戚関係が結構多いので、そうなんですね。うん、まあ一説には。一説ですよ、はい、一説には平家のおちむしゃ言うてるわけです。いやいや、おちむしゃとも、が先祖なんじゃないかなとも聞いています。そういうこと、おちむしゃがっていうことですか。はい、はい、だから遠いから渡ってきたという。あ、そういうことね。そういうことですね。あ、そういうことか、すいません、すいません、うんうん、ありがとうございます、はい、結構漢字もね、僕も遠藤さんに初めて、はい、お会いしたというか、そういう名前の方に初めてお会いしたので、それぐらいちょっとこうなかなかで、僕中島って言うんですけど、中島って結構いるじゃないですか、はい、なんですけど、そういう名前って結構かっこいいですよね。そうですね、なんか唯一無二感あるというか、でもこの猿渡りと呼ばれたりとかね、遠藤さんと呼ばれたり、遠渡りさんと呼ばれたり、はいはい、なかなか遠藤ってストレートに呼んでくれる人はなかなかいないです。そうです、まあ、なのであえてこうカタカナでされてたりっていうのもあるんですよね。今 の、 SNS の時代は、はい、そうしています。そうですよね、はい、ありがとうございます。でちょっといろんなご活動をちょっとこの画像を見ていただきながらご説明いただければ、はい、と思うんですけど、お願いします。はい、こちら仕事制作環境ということで、今の仕事場所が、はい、和合のゴルフ場って分かります？ごめんなさい、ちょっと存じてないので申し訳ないです。はい、名古屋の有名な
ゴルフクラブがあるんですけど、はいはい、そこの横のところに、はい、そこの中にあるわけじゃないですね、そこの横のところにある自然素材生活館っていう、はい、さんっていうところがありまして、はい、そこにちょっと曲がりしてはい、オフィスをさせていただいてます。あ、そういうことなんですね、はい、でこれ今その先ほどイラストレーションということもあるんですけど、今ってほとんどこういう機械で描く機械デジタル、ね、デジタルですいませんすいませんデジタルでね機械でこうここそうかそうかデジタルそういうことデジタルですいません、はい、で書かれるということで、はい、たまになんかiPad でサインくださいとか、はい、あるじゃないですか。ありますあります、ね、あれすごい字がちょっとこう書きづらいというか、はい、なるんですけど、僕はそのデジタルで書いたことないんですけど、紙と違ってあれ書きにくくでも全然で今 の, 技術ってすごくって、はい、その例えば僕はこの今ここで持ってきましたけども、はい、アップルの iPad ですね iPad、はい、これメインでもう、はい、使ってるんですけども、はい、これにはApple Pencil っていうのがついてますから、はい、これで持つ書くともうほとんど紙と鉛筆で書いてる、または紙と筆で書いてるようにもうリアルに書けます。そうなんですね、そう意外とね、はい、そういうことをこう知らない方も多いので。いやそうなんですよね、うんうんうん、なんかたまに飲食店とか行ったりとかで、うんうんうん、たまにサインをそう求められる時っていうのがすごい汚い、もともと僕字切れくないのでっていうせいもあると思うんですけど、すごくこう滑るというか、はいはいはい、ね、なんか確かにね、でやるんですけど、確かにこのガラスですからね、まあ、そうなんですよ、カチカチと滑るっていう感覚があるんですけど、これも慣れです。あ、そうなんですね、うんうん、でも最初の頃はやっぱり紙で書かれてたんですよね。もちろんアナログ時代が十数年あって、はいはい、イラストレーターとして始めた頃から十数年、15年ぐらいかな、はい、アナログ絵の具で書いてまして、はい、そこからまあiPad なりいろんなデジタルツールが登場しだしたので、はい、もうそこからはもう、もう iPad なりでもうデジタルですね、全て。はいはい、いやすごいですね、ありがとうございます。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、はい、こちら。いろいろと仕事で書いたものをちょっといくつか持ってきたんですけど、これ遠藤さんが全て書かれたんですか。あ、そうですよ、もうぜ全て1枚全部デザインをされている、要するに文字を入れたりとか、はいはいはい、位置とか全体の位置と、はい、こう配置を、レイアウトを考えられているのはデザイナーの方がやっているんですけども、はい、僕はビジュアルを提供しています、はい、すごいですね。ありがとうございます。桜の一つ一つの具合とか、うん、本当に咲いてるかのようなね、ね、うん、まあちょっとこの昔の、はい、日本画的なフラットなものを少しデジタル処理して、はい、少し立体感をつけた形でね、こんなん描くのってどれぐらいかかるんですか、お時間。仕事としてやっているので、はい、そう何週間も何ヶ月もはかけれないんですよ。そうですよね、うん、ですから例えば、クライアントさんに、最初のスケッチを、見てもらうのに、はい、まあ、1週間いただいたり、はい、そこから GO をいただいて、着色してお出しするのが、最終的にお出しするのがまた1週間とか、はい、それぐらいですよね。でもまたその中でも、じゃあその1週間全部自分で使えるかといったらそうでもない、まあ、まあそういろんな方の並行してやっていろんな仕事やってるので、まあ、ですから自分的にはまあ3日以内では全てを終わらせるということを心がけてやってます。すごいですね、はい、3日で、はい、もう絵心ない僕にとっては考えれないですね。いや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 、まあそれも慣れですから。本当ですか、いやいやいや、すごい。豆腐屋さん、ね、豆腐が大好きで豆腐初めて作っても美味しい豆腐ね、作れないじゃないですか、うん、まあまあ急には。それがまあ何十年もやってればベテランの豆腐屋さんになりますよね。あ、それと一緒ですですかね本当ですか、はい、いやなんかっていうのが僕は本当の絵心がないので、こうセンスってあるものなのかなって勝手に思ってたりしてしまうんですけど、センスってすごくアバウトなんですけど、うんうん、僕が思うセンスっていうのは、はい、作り上げるものですね、ゼロからセンスがないですね。まあ、そうですよね、はい、いや、ありがとうございます、はい、ありがたいお言葉を。じゃあ続いてのお写真お願いします、はい、こちら企業カレンダー。あ、そうですね、はい、いろんな企業さんのカレンダーも、まあコンペのものが多いんですけどね、はい、いろいろと、入札で、決めるという形も多いんですけども、すごい、はい、なかなかこうそこに
ね、たどり着く、うん、正式に受注するまでには結構なあの確率になりますね。そうですよね、はい、すごい、すごい、あのよりリアル、先ほどのももちろんなんですけど、うん、より雲の具合とかあのかき氷のふわふわ感とか、はい、すごい、あのういう、ね、なんか紙にねすられてると思うんですけど、そんな風には見えないようなリアル、うん、あまり、まあ、自分の中ではあんまりリアルになりすぎないようにはしてるんですけど、ね、そうなんですか。逆にね、まあ、リアルなものであれば写真でいいじゃないですか。あ、写真にはない表現を絵で表現したい、そういうことですね。確かに、はい、まあ、絵ならではの、はい、そうですね、こういったものも、それでもすごいリアル感は伝わってきますね、はい、ありがとうございます。はい、すごい。はい、続いての写真お願いします。うわ、こちらもあの看板とかね、大きな、はい、あの街中で見られる看板であるとか、はい、あと美術館とかいろいろなあの博物館とかで見られるディスプレイですね、はい、そういったものも私 の, あの仕事の対象となっております。そうなんですね、はい、いや、すごい、ありがとうございます、はい、続いてお願いします。はい、これはあの、うん、雑誌の表紙みたいな、うん、左側は、パズル誌の表紙ですね、はい、これも20年ぐらい担当して、やってるんですけどね、はい、で左側は、まあ、こういった、の単発的な雑誌や、書物の表紙などのカバーなんかは、はい、仕事としてさせていただいていますので、はい、あの僕思ったんですけど、うん、その文字の具合ももちろんなんですけど、ちょっとその絵によって、はい、うん、タッチがちょっとごめんなさい、僕が素人で言うのもあれなんですけど、いいす、ちょっと違うタッチにすごい見えるというか、もちろんもちろん、だからあのイラストレーターなので、はいはい、全てを一つのタッチでこなすっていうわけじゃなくて、僕の場合はいろいろなテイストタッチの表現方法があって、それをこう、はい、クライアントさんやその仕事のケースによって使い分けるという形でやってます。いや、それなかなかできる方って少ないんじゃないですか。うん、確かに。そうですよね。なんか歌とかでもやっぱりどの歌歌ってもその人っぽくなるものじゃないですか。うん、確かに確かに。それをこう歌うジャンルとかにもよって変えるってなると結構な技術あるのと一緒で、うん、このタッチ変えるっていうのもすごく。じゃあ本当はね、はい、例えば、あの岩崎千尋さんみたいな、はい、その水彩で柔らかく描くタッチがこの全てで、はい、それで全ての仕事が受注できて、はい、それで何十年も仕事ができればいいですけども、はい、意外とイラストレーターの世界は厳しいんで、あ、まあ、そこだけになると、そうそう仕事量がどうしても、どうしてもタッチやテイストっていうのは飽きられます。ああの流行があります、流行り廃りがありますので、ね、そうすると、まあ、そこにうまく乗っかるというのも一つの、はい、まあ、ある意味戦略的な技術になりますので、すごいです、うん、はい、ありがとうございます。まあ、あの、はい、名古屋の地っていうのは、まあ、結構厳しいですからね、そうやっていろいろなテイストを持ってないと、はい、長く続けるっていうのが難しい、大変です。ありがとうございます、はいはい、じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、こちらもまた違ったタッチな、ね、そうですね、これあの教科書、例えば中学校高校、はい、大学の、はい、に使われるテキストですね、はい、そのカバーを書く、ことも、結構多いので、そうなんですね、まあ、ちょっと持ってきたんですけども、左はニュークラウンっていって、中学の英語の教科書の、はい、ですね、まあ、あのこの、はいはい、地区、まあ、中部地区は割とニューホライゾンっていうのが多いんですけど、そうなんですね、何使っておられました、ごめんなさい、勉強全然ちょっとあんましてこなかったので、覚えてないです、教科書でもあの僕が思う教科書はこんなデザインじゃなかったです、うん、なんかもっとなんかなんていうの、シンプルな形でした。あ、僕が多分あの、はい、遠藤さんが書いた教科書を手にしてたら、はい、もうちょっと学歴僕上がってたように思います、はいはい、ありがとうございます、ね、左はあの右側が歴史の教科書ですね、はい、はい、すごいです。じゃあ本当もいろんなものをやられてるんですね。そうですね、これは文芸誌の、まあ、小説家の方の、挿絵を書かさせて、これ右のやつって絵ですか、白黒のバイクってあれ絵になるんですか、あれはバイクですね、はい、ああ絵ですよ、全部すごいですね、写真、うん、ただね、あの絵を作るときに写真っていうものを、あの今のデジタルの時代だと簡単に取り込んで、はい、まあ、それを編集して絵にすることができるので、そうなんですね、そういうこともね、昔だったらこう、昔っていうか、はい、その人のやり方によっては絶対そういうやり方をせずに、はい、きちんと自分で再デッサンしてっていう方もいらっしゃいますけど、はい、まあ、あの僕は面倒くさがり屋なので、いや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 、面倒くさがり屋だからここまでの絵描けないです絶対、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、
イラストレーションの役目とか。あ、なんかねこれね、あの実はこの今 PDF ね、皆さんにいただいてる PDF はね、はい、あの大学の授業に使ってるやつなんですよ。あ、そうなんですね、はい、あの大学の非常勤講師もしてまして、そうですよね、名古屋造形大学の非常勤の講師ということで、はい、そうです、はい、そうですね。でその最初のオリエンテーションの時に、授業のオリエンテーションの時に使っている PDF を、はい、まあ、ちょっと今日ここ用に抜き出してきたものをお見せしてるんですけども、はい、ありがとうございます。まあ、こういったあの絵を描かれたりということを、はい、そうですね、まあ、生徒さんの、今よろしいですか、あれ、はい、大きくしていただいて、どうぞ、はい、お願いします。え、あのまあ、あのイラストレーションというものが分かっていらっしゃらない方も多々いらっしゃるかと思いますので、はい、簡単に説明すると、はい、ここに書いてありますけども、クライアントさんが伝えたい商品やシステムや思想や作品などを、はい、絵を使ってビジュアルを使って分かりやすく、その、まあ、インパクトを強くして、うん、まあ、届けるっていうのが、うん、僕の役割だと、はい、でその役割を僕は翻訳というふうに考えてるんですよね。こう噛み砕いて分かりやすくみたいなことですね。そういうことで、まあ、読者さんとか見られる方に届けるってことですね。ええ、文字の翻訳じゃなくてビジュアルを使って翻訳するということですね。いや、すごいです。はい、続いてお願いします。はい、こちらが、うん、これね、ちょっとパッと見たら分かりにくいと思うんですけども、マッピングなんですよね、はい、縦軸の赤いと縦軸に上に行くとリアルなイラストレーション、はい、いや、じゃあリアルな、ビジュアル表現と、はい、下に行くと、シンプルになっていく、シンプルな、はい、で右に行くと、大衆的な、はい、絵になって、はい、左に行くとすごく趣味的な、うん、ニッチなものになってね、はい、そこにいろいろな各業界のいろいろな絵を描く人たちの分野のものを当てはめてあるんですよね、はいはい、すごい緑のところがね。絵本とかすごい分かりやすいですよね。そうですよね、あんまりこう小さいお子様に難しい絵を描いてもしまってもそうですよね。そうですよね。まあ、これは僕が作ったものなので、他の方が作ったらまたちょっとマッピング変わるかもしれませんけどもね、うん、はい、その中でもその青い、丸のところが、はい、イラストレーションやグラフィックが、こうの土俵となるところですね、はい、ですから、まあ、結構広いんですよ。あ、そうですよね、すごいです。懐が広いというか、はい、土俵が広くて、はい、いろんなものを、描けないといけないな。いや、でもすごいですそれ、はい、ありがとうございます。じゃあ続いての画像行かせていただきますね、はい、難しい話はここまでです、はい、あ、いやいや、すいません、ありがとうございます。あ、じゃあこちらの PDF のご説明はここまでで、はいはい、ちょっと画像の方がね、別途お送りいただいているものがございまして、メンチュプロジェクトの方ですかね、はいはい、そちらの画像からちょっとお出しいただけますでしょうか。はい、はいはい、こちら、はい、そうですね、はい、メンチュプロジェクトっていう、まあ、プロジェクト、まあ、はい、これ市民レベルのプロジェクトなんですけども、はいはい、自然素材生活館といって、先ほど僕が曲がりをしているところがありますよね、はい、そこのオーナーの方が、まあ、自分の、本業の傍ら、まあ、名古屋の街を観光を活性化させていきたいという思いがありまして、はいはい、その方の立ち上げたプロジェクトなんですよね。そういうことですね。で名古屋のいろいろな、名古屋で鎖でつないでいくということで名チェーン、あー、そういうことなんですね、そういう名チェーンプロジェクト、つなぐという面があって、でそのプロジェクトの、はい、3つの柱がありまして、3つの柱、はい、1つは、今あれこれ左から右に流れる下の、下のところに左右に流れる川が、これ、はい、堀川なんですね、堀川、はい、で、縦に流れているものが、これは松重校門というところがありまして、はいはい、中川運河とつなぐところなんですね、はい、昔はここが通れたんですけども、はい、今は閉鎖していて通れないということですね、はい、でまあ、それは置いておいて、はい、まあ、堀川にを浄化してきれいにして、はい、定期船を走らせたいと、はい、今走ってる、ね、観光用の、ね、はい、定期船を走らせたいと、それを、はい、名古屋湖の方から名古屋城までずっと走らせたいというのが一つのプロジェクトですね、はい、でもう一つはちょっとめくっていただいていいですかね、はい、お願いします。ページを、もう一つめくってください、はい、もう一つめくってください、はい、あ、もう一つですね、これですね、あれ名古屋城、奥に名古屋城ありますね、わかりました、わかりました、わかりますね、素晴らしい、いえいえいえ、名古屋城を天守閣を木造にしようという
川村市長の、はい思いがありますよね、はい、まあその思いを組んでじゃあ、名古屋城も天守閣下して木造天守閣下して、はい、ごめんなさい大丈夫ですか、はい、そして、その横につなぐ、堀川の最終地点ですよね、はい、そこも、ステーションを作ってより地域的に活性化させていこうというような狙いのものですね。あその未来のそういうものですよね。未来構想図です。未来構想図、はい、それを遠藤さんが書かれているとのことで、はいはい、先ほどのはそのなんかあの乗り物あったと思うんですけれども、はい、こちらですね。あそうですね、それが定期船のイメージですね。あのゴミもなんか回収、そうなんです、ゴミをこう拾いながら、動いていくという。これ本当にできたらすごいことですよね。ね、作りたいですよね。そのお客さんも乗せて喜ばれながら、うん、こういった環境の綺麗にクリーンにできるっていうのもあって、はい、しかもあの水素で動くということが基本なので、うん、環境的にすごい、そうです、燃料汚れない、汚れないね、はい、すごいですね、はい、いやこれを、まあ、あの受けられて書かれたってことですよね。そうですね、今あのお見せしたあのビジュアルで全部私が、はい、あの書いたものです。でも確かにその今ちょっとあの文字だけで今の説明されてもなかなかちょっとイメージつきにくいですけど、そうやって絵があることによって、あの僕みたいにねあのちょっとこう難しい話が得意じゃない方でも、うんうん、ちょっとあのこういうのを見るとあいいなってなんかすぐ思えたり、それこそ翻訳っていう言葉が先ほど、それこそがその先ほどの僕を読んでいただいた、プロジェクト の, あの、はい、発起人の方の狙いだったんですね、はいはい、そうですよね、はいはい、なかなかね難しい話ってなると分からないね、うん、僕みたいな方ばかりではないと思うんですけれども、はいはい、っていうのもあると思いますので、うん、まあ、そういったお仕事もされながらということで、はい、はい、ありがとうございます。個人的になんかそういったことをお願いしたいっていうの、遠藤さんにお願いしたいっていうのも大丈夫なんですか？全然大丈夫です。そういった場合って Facebook とかでなんかメッセージとか Facebook でもいいですし、はい、SNS、まあ、あのインスタもやってます。インスタもやられてる、はい、はい、こちらで出していただいたのが、はい、Facebook の方で、あ、これ Facebook です、ね、はい、こちらのメッセージに送ったりとかすると、はい、まあ、あのそんなにこう大きい企業のものとかじゃなくても、なんかこういうのを考えてて、こういうのをこうそれこそなんかこうアズパンみたいになんか書いてほしいですっていうのも、うん、なんかイメージを伝えれば、ね、はい、すごい、もちろんそうです。ぜひぜひ皆さんそちらにもね、はい、あのなんかイラスト書いてほしいなとか、なんか看板作ってほしいとかがございましたら、はい、ぜひぜひ、はい、遠藤さんの Facebook の方にお問い合わせよろしくお願いします。ちなみにこのビジュアルは今、はい、あのヘッドのところのビジュアルは、はいはい、これあのトヨタ博物館で、展示されたものなんですけども、はい、コンバーチブルの車の特集の時の、はい、イベントの特集の時の背景がですね、はい、はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、そしてあのちょっとプライベートのお話にね、ほう、ちょっといろいろお聞きさせていただきたいなと。ドキドキ。いや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 、怖い怖い、ありがとうございます。だからあのキャンプがお好きっていう、あ、はいはい、ね、そこは大丈夫ですよ。そちら大丈夫です。それで突っ込んでもらって、女性関係とかそんなちょっと怪しいとこはいかないのでそんなんない、はい、これキャンプですね。こちらキャンプで、すごい寒い時期に、たまたま、12月の25日にクリスマスの時に行ったら翌日どか雪になっちゃったっていうね。全然すごい、そのそれをその装備をしてなかったんで、はい、ちょっとやばいやばかったって時の状態ですね。いやすごいですね。寒くて、まあ、楽しめましたか？それでももちろんもちろん、あ、もちろんそうです、ね、もうあのワンコのように転がりまくりました。はい、はいはい、そうですね。はい、続いての写真お願いします、うん。はい、こちら音楽活動もされてるとお聞きしておりまして、はい、ね、あのギターが大好きなので、はい、あの小さい頃から弾いてるんですけども、あ、そうなんですね、最近はあの弾き語り、はい、オープンマイクで弾き語ったりとか、すごい、はい、これはですね、右の方のハーモニカ吹いてる方にちょっと誘われて、はいはい、あの高齢者たちの、まあ、いろんな集いに、うん、はい、慰問活動みたいな形で参加させてもらってるものですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。続いての写真お願いします。あ、これがあの今弾き語り、ね、弾き語りの、はい、ですね、やっぱ楽器弾きながらお歌歌うってなかなかね、皆さんできるものではないので、難しいと思いますよ。難しいですよね、うん、ね、うん、歌うだけでも難しいじゃないですか。そうそうそう、昔は僕も楽器だけを弾いてたんですけども、はい、でもバンドで活動するとなかなか動きが簡単に取れないので、うんうん、はい、一人だったら楽じゃん、まあまあ、と思って、はい、
歌い出したんです。あ、すごい、うん、もう結構ギターされて歌されて長お長いんですか。この弾き語りのスタイルになったのが 5,6 年前ですね。あ、そうなんですね、はい、今でもちょっと練習されたり。もちろん毎日します。すごいですね、毎日なん好きなので。いやいや、すごいですね本当、ありがとうございます、続いての写真お願いします。はい、こちらはこれはあのユニット活動する時のですね。されてらっしゃる。っていうか、まあ、あのボーカルで伴奏してほしいっていう方が時々見えますので、はい、そういう時に、伴奏をして、まあ、パーカッションの人も呼んで、はい、ちょっとライブ形式でやるっていう形ですね。出られてたりとか、はい、はい、ありがとうございます。そして続いての写真お願いします。はい、僕がちょっと一番お聞きしたかった部分なんですけれども、は、はいはい、あのトレーニングをね今でもこう姿勢もすごいですし、はい、こう男らしい江戸さんが男らしい男すごくこう、そうすか、いや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 、なんかあの、うん、お声もすごいっていうのももちろんなんですけど、ガタイがすごいがっちりされてるので、はい、結構ジム行かれてお長いですか。ジムへ行き始めてもう30年。すごいですね。そうですね、それぐらいになりますか、ね、嫌になったりしませんか。こうやらなくなったりやったりっていう、うんうんうん、まあ回遊魚のように回ってますので、あのずっとこう毎週、3回ぐらいをずっとやってるわけではないですね、はい、いやそれでもね、うんうん、腕とかもすごいですもんね。腕ですか。いやすごいですよね、まあ、やっぱりあのこう絵を描くっていうのも神経をお使いすると思うんですけど、なかなか運動っていう感じではなかったり、そうなんですよ、その通りなんですよ。だからずっと座ったものなんですよね、はい、だから積極的に能動的に何か運動しないと、はい、カロリー消費できないですよね。まあまあもちろんそれもありますよ、うん、でもやっぱりそれが健康の秘訣ですか、うん、そうですね。あとまあ言い方としてはかっこいいかもしれないけど、はい、その体をデザインしたい。あ、はい、はい、でもなんかあのなんか絵描く方ってどちらかっていうと、うん、なんていうんですかね、ちょっとこうすごい細い方とかがイメージとして多かったり、うん、ちょっとこうね、うん、ぽっちゃりされてたりっていう、うん、こう運動系の方よりもっていうイメージですけど、うん、江野さん本当どちらもね、このそういった事務作業というか描かれるのもですし、うん、運動もですし、で楽器も歌もってなると苦手なことないんじゃないかって思うぐらい、はい、表になられてるとは思うんですけど、まあ、貧乏なもんですね。いやいやいや、これでもいろいろ趣味は減らした方なんですけどね。あ、僕は何か今までなんかいろいろこのジョギングも水泳もしてたし、はい、自転車も乗ってたし、はい、いろんなスポーツを やってたんですけど、はい、やっぱり時間が足りないの で、 そうですよ、ね、今は、まあ、キャンプと、はい、筋トレ と、 音楽ですね。この3つに絞って。すごいですよね、はい、そんだけなかなか大人になるとね、趣味ってなかなか減ってしまったりとかする方が、続けてください続けてください。あ、筋トレですね。筋トレそうですよね、筋トレね、うん、なかなかその先ほどちょっとねお話しさせていただいたんですけど、うん、ジムが一回コロナでこうぶしゃってしまってからちょっとお家でやるようになったんですけど、はい、まあ、なかなか今ちょっと暑かったりストイックに追い込めてなかったり、うん、でもなんか今日遠藤さんに会ってやっぱりなんか筋トレって改めてされてる方ってかっこいいなと、なんかすごい思いました。その後からその貯金が来ますから。後から今は まだ若いとまだ分からないから、はい、ま、今29ですね、はい、それがやるとまだこの体のこの大切さっていうのがそれほどまだ感じない。まあまあまあ、まあ、確かにそうかもしれないですね、はい、うん、僕ぐらいになるとそれをひしひしと感じるので、将来のためにちょっと貯金をしておこうかなと、はい、体の貯金をしておこうかなと頑張ってます。じゃあ最後になんかあの、はい、まあいろいろもすごくご活躍はされていることだと思うんですけれども、はい、今後もっとなんかどうしていきたい、活躍をどういう幅広げていきたいみたいなとお聞かせいただけますでしょうか。はい、イラストレーションに関して、はいはい、まあ、あのクリエイティブなことに関しては昔はこのなんていうのかな、自分の絵を見てもらいたい、はい、見てもらいたいっていう気持ちが強かったんですけども、はい、最近はやっぱり地域であるとか社会に貢献したい気持ちっていうのが強くなって、はい、ですからその自分の絵を見てくださいではなくって、はい、皆さんがこんなことに協力してもらえるとありがたいんですけどっていうことに積極的に協力するようにしています。いやすごいですね、はい、あ、やっぱりこう世のため人のために社会貢献になってってことですよね。ですね、はい、先ほど言った名チェーンプロジェクトの方もね、はい、よりこう遠藤さんが書くことによって皆さんにより広がればいいなみたいなことですよね、はい、その通りです。いやいや、ありがとうございます、うん、はい、ちょっと30分あっという間になってしまったんですけれども、ね、はい、短い。いや、ありがとうございます、言っていただいて。倍はいけるよ、うん、はい
はい、すいません、あのキンニさんいらっしゃい、あのゲストさんはまだまだ募集しておりまして、はい、こちらのあの X のアカウントやあのインスタグラムもうちやらせていただいているので、そちらでぜひあのゲスト出演したいよっていう方はいらっしゃいましたらお問い合わせしていただけますと、ご出演いただけますので引き続きよろしくお願いします。はい、本日は改めましてイラストレーションでもご活動されながらグラフィックデザイナーとしてご活動されていらっしゃいます遠藤ゆずる様にご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。